皆さん、こんにちは。こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました。グランツーリスモ7の時間です。はい。ということで、今日も楽しくレースやっていきたいと思います。私事ですが、花粉症がだいぶひどくなってきましてですね、少々お聞き苦しいかもしれませんが、最後までご視聴いただければ幸いです。ということで、やっていこうじゃありませんか。グランツーリスモ7の時間です。いつも最後に回すから変なのが当たるっていうぐらいで、もしかすると先に回せばいいの当たるんじゃないか説あるよね。 FD 欲しいな。 FD さあ、やってまいりました。本日はグランツリスモカフェにお茶しに行きます。メニューを見ましょう。そう、メニューヨーロピアン選手権ということで、今日は選手権に出場したいと思います。華麗なるレースで華麗なる優勝を飾ってみたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。さあ、早速行こうじゃありませんか。ワールドサーキット総合順位3位以上を目指せということで、早速開始しましょう。ドラゴントレイルガーデンズでの練習走行、手応えはどうだったかな。さて、いよいよ目指すのはヨーロピアン選手権だ。目標の総合順位は3位以上としよう。健闘を祈る。いや、この選手権のオープニング、なんなん？めっちゃかっこいいんやけど、前回のアジア選手権も超絶かっこよかったけど、今日のもやばかったですね。一台だけもう魅惑のオーラ、カウンタックが止まってましたけども。ということでワールドサーキット行きましょう。これはどうなんですかね？マシン制限あるのかな？ PP 制限とか。どうなんでしょうか？さあ、ここですね。ヨーロピアン選手権ということで、早速進んでいきましょう。あ、推奨 PP が600、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、オーストリアの車だったら OK。あ、今これ、ランボ V10 に行けるやん、これ。行けるってことですよね。もう無双できるで、これ、多分。いや、それはさすがに面白くないな、これ。ランボ V10 にビジョングランツリスモで多分圧勝はできると思います。できるけど、あえて何か普通の車で行った方がいいんじゃないのかなと思ったりするんだけど、カウンタック出てたから、カウンタック、あ、でも PP ポイントがやばいな。フェラーリで行こうか。ね、今回フェラーリで行きましょう。ヨーロピアン選手権なんで、これで行きましょうか。723だったら、さっきのあれよりマシですよね。さっきのランボ V10 には、ポイント何本だったか分かりませんけど、はい、これでエントリーしましょう。多分これでも圧勝だと思うけど、私はもう壁接触、他者との接触なし、クリーンレース縛りっていうのをやってますということで、それやっていこうじゃありませんか。頑張りましょう。今日はフェラーリで優勝を目指したいと思います。やっぱフェラーリオーナーとしてもね、やっぱりフェラーリでレースしないといけないということで、早速やっていきましょう。これ参戦ある、あ、モンツァあるや、モンツァ。はい、もしかするとどっかの一戦はカットしてるかもしれない。はい、では早速スタートしましょう。かっこええカットやな。さあ行こうぜ。スタートいたしました。フェラーリ F8 トリビュートによるヨーロッパ選手権でございます。今日は完全なるクリーンレース目指しましょう。余裕で勝ってしまうと思うんで、クリーンレース縛りです。他者との接触なし、コースアウトなし、壁接触なし、これを確実に守りたいと思います。よろしくお願いいたします。危ない危ない危ない、ちょっと言ってるそばから気をつけて気をつけて、はいはい、危ないよ、接触なしよ。はい、気をつけましょう。右コーナーね、アンダーで安いよ。はい、気をつけて、リカバリー。さあ、レースに戻りたいと思います。サクシウム派現在13番手、前を走るは12番手ワカメちゃんでございます。11番手、お、堀川くんや、堀川くん、今日デビューって聞いたけど、2人とも走る気ないやろ、もうデートしてるやん、もうお邪魔虫は先行くわ。10番手、おっと、伊佐坂先生、今日大丈夫、ゆっくり走ってるけど、あー、そうか、ノリスケくん走ってないからな、小説の締め切りがって言ってないから、多分言われないから余裕かましてるわ、ちょっと近づかないで、伊佐坂先生、気をつけてよ。そして9番手、おっと、カモメ第三小学校、磯野勝男の担任でございますね、大丈夫ですか。うわー、すげえ、アストンマーティン乗ってるんだ、かっ
校の先生儲かるね。8番って中島じゃないか。中島、違う、野球誘おうとしてるけど9番って学校の先生やから。それ先生やで、中島先生、それ先生、いっその野球やろうぜ。違う、これ学校の先生、けしからん君たちはって言ってるから。危ない危ない、ちょっと中島気づけって、それ学校の先生や。ちょっと危ない危ない、もう先に先行こう、これ危ない危ない、2人ともあれやばいやばい、もうダメだ。さあ7番って三河屋さんや。三河屋さん、ちょっと甚六さん追っかけてるわ。甚六さん走ってる場合じゃないよ、勉強しろ。甚六さんレースに出てる場合じゃない、ルノー乗ってる場合じゃない、甚六さんは勉強だ。いやいやいや、三河屋さん儲かってんだ、カウンタック乗ってるわ、マジですげえ。アニバーサリーすごいな。甚六さんちょっと邪魔、甚六さん邪魔だって、こんなところで本気出さんと、勉強に本気出せ。いやいや、カウンタックの三河屋さん。そしてちょっと待って、6番ってタマやん、タマ免許持ってへんやろ、タマ違うわ、ここサーキットからいらんわ。いやいやいや、タマオーバーテイク、タマオーバーテイク、タマと三河屋さんたむれてる。おお、甚六さん勉強しろよ、5番って。さあここから運転席視点で行こう、運転席視点で行くわ。そうやな、この方がいいですね。ハンデハンデ、私ダッシュボード視点ではなくてバンパー視点やめて、今日は運転席視点か三人称視点縛りで行こう。そうしよう、じゃあこんなにね、簡単に勝てないと思う。なのでそんな感じでいきたいと思います。さあ4番って香織ちゃんですね。香織ちゃん、磯野カツオが好きって言ってたよ、磯野カツオが大好きって言ってたよ、結婚したいって言ってたよ。ほら動揺してるわ。動揺してるわ。香織ちゃん明日磯野カツオから告られるぜ。香織ちゃんほら動揺してる、動揺してるわ。香織ちゃん大丈夫か、もう香織ちゃんもう。3番でいこう、3番、よしよし、気をつけて。3番ってお船ちゃん大丈夫ですか、お船ちゃん。いやいや、3番っておっと、年代物の車乗ってるな、 BMW、 さすがですね、お船ちゃんらしいですね。まあまあ真面目なんでね、お船ちゃん真面目なんでオーバーテイクしておきましょう。一人でのんびり走ってる、クリアアップ取ってますわ。さあ行こうぜ。でももうトップ3入った、トップ3。おっと2番手、お2番手アナゴくんや。1番手誰追っかけてんの、マスオさんや。2番手大丈夫、どうだいっぱい、フグタくん今日はいい店知ってるんだよ、フグタくん。いや待ってくれよ、今日はサザエが怒ってるんだ、早く帰らせてくれよアナゴくん。しんど。いやいや、ちょっと待って、マスオさんを誘いすぎや、アナゴくん。ちょっとアナゴくんにも家族があるやろ、ちょっと早く帰った方がいいって、奥さん怒ってるぞ。アナゴくんちょっと帰った方がいいわ、オーバーテイクするわ。アナゴくんちょっと、マスオさん、マスオさんと飲みに行くわ俺や。さあ行こうぜ、マスオさんもオーバーテイクしてる。てかマスオさん急に速くなったな、ほらアナゴくんの誘いが嫌やったの。はい、アナゴくんじゃなくてマスオさんもここでオーバーテイク。いや危ない危ない、マスオくんちょっと気をつけて。はい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 、よし、いいよ。って言うよねマスオくんね、ほら今言ってる、ほら。早いな、あのフェラ、もういいわフェラーリ。はいはい、よし、ファイナルアップ、もうふざけるのやめよう。はい、ここからはもう真剣に走りたいと思います、真剣に走るよ。いやー今日はどうだった、これ1戦目から余裕の勝利ですよ。でも私一応ハンデですよ、これ運転席視点、ハンデでございますこれはね。はい、このままね、おお危ない危ない危ない、ポリポリ、はい大丈夫ですね、はい大丈夫。あの一応今コースアウトしたのは右だけだから、右前輪右後輪だけだから今のは大丈夫です。4輪のコースアウトだけダメということにしますんでね、今決めましたということで、このまま普通に走りたいと思います。いやもうねこんなことばっかりやってるんですよ、もう本当。いや落ちた、おい気をつけて、もうこれなんか知らないけどね、あの1位走った時の方がねミスが多くなるんですよね、多分ね前の車のあのあれが見えないからだと思う。前の車があそこでこう曲がったら、あ俺もこれぐらい、パピ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 、危ない危ない、今のも大丈夫。前の車が あそこで曲がったからあそこコーナーあるんだなみたいな、なんかそういう感じで覚えてしまう癖があるから、もうずっとトップで走り続けないといけない。そうそう、トップですよ。つまりこれフェラーリってね常にトップを走る車だから後ろが綺麗なんですよ。先に回答言っちゃったけど、フェラーリってねデザインで一番凝るのは後ろ姿なんですよ。リアビューを一番こだわるんですよフェラーリって、ね、丸目2頭であったり丸目4頭であったり、フェラーリはリアビュー、リアが一番美しいって言われてるんです車の中で、ね、それはなぜか、そうフェラーリは常に先頭を走る、1位を走る、だから前よりも後ろをみんなに見られるから後ろを一番かっこよくしておこうということで、リアビューにめっちゃこだわってるのがフェラーリということになります。はい、そんなうんちくをファイナルコーナーで語りました。いやー素晴らしいですね、まるで私シャルル・ルクレールの手を持ったような感じですね、かっこいいですね。はい、ゴールインです、素晴らしい、1位だ、ありがとう、ありがとうございます、余裕で1位です。まあこれはちょっとね車の選択ミスですね、2戦目からは少しハンデをつけよう。
さあ、これでクリーンレースかどうか。よし、よかったよかったよかった。クリーンレースボーナス OK。ありがとうございます。さあ来ました第2戦モンツァサーキットということで、ここからは視点を変えていきたいと思います。視点縛りをしていきたいと思います。よろしくお願いします。それではスタートいたしましょう。やっぱりかっこいいなこのカット。さあ行きましょう。さあお気づきの通り今回、おお何あの飛行機、すげえすげえ、おすげえトリコロールめっちゃかっこいい、すごい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 、あの飛行機を追っかけたいな。 YouTuber 的にはあの飛行機を追っかけてみたっていう動画が一番面白いだろうな、レースするより。はい、ということで走っていきたいと思います。あ、もうあのスモークが消えちゃう。あー消えちゃった。はい、ということでお気づきの通り私今回は3人称視点でいきます。3人称視点でまずファイナルラップか2周目だけあれにしましょう。運転席視点に戻したいと思います。はい、てな感じで今日もねイタリアの方走っていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。では11番手もオーバーテイクして10番手からいきましょうか。ほら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 、また伊佐坂先生だいぶ遅いわ。今日伊佐坂先生だいぶ遅いわ。多分ね伊佐坂先生ファイナルラップの時にはねあの車乗り換えますからね、気をつけてくださいよ。めちゃくちゃお金持ちですからね伊佐坂先生、マジでマジでお金持ち、印税生活してますからね彼は、すごいもんですわ。はいはい、学校の先生いるわ。学校の先生中島と走ってへんや、中島がおらんや、中島おらん。ちょっと学校の先生あんまりオーバーテイクしたらね通知表に2つけられるから気をつけようね。指定校推薦取り消されるからね、カモメ第三小学校やばいから、これ学校の先生には逆らっちゃダメよオーバーテイク危ない危ない。よーしいいぞ。さあここからでございますね。このコースはもう F1 でも走り回ったからね。おーっと気をつけて、ほらほらもう、おー磯のカツオ見つけてるやん。ほら中島、あれ学校の先生、アストンマーティンは学校の先生だったから、もう全然似てへんから、もうやめろ策。はい、ではこのまま行きましょう。はい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 、三河屋さんと甚六さんが争ってるけど、ほらほらもう磯のカツオを探してるのよ彼は。もう中島は磯のカツオしか見えてないから、はいはい、甚六さんだから勉強しろと、勉強、今日は数学の時間やろ。さあ伊佐坂先生ではなくて、はい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 、もう一気にオーバーテイクや、もうね、もう誰かもわからん。ほら中島や、中島フォルクスワーゲン乗ってるから、まあ中島ってフォルクスワーゲン顔だよね、顔ですよね。タマちょっと引っかかないで、タマ引っかくのやめてよ、タマ引っかくのやめてよ、はいはい気をつけてよ。タマさんごめんな、後でチャオチュール持っていくから許してよ。危ない、怖い怖い、タマを怒らせた一番怖い説あるから。さあここからは運転席視点です。運転席視点でいきましょう。まあ運転席視点の方が楽しいよねやっぱね。多分あのご視聴の皆様もね、あのフロントバンパー視点よりもおそらくはこの運転席視点の方がね楽しいんじゃないかなと思っておりますんで、さあ行こうぜ。4番手行こうぜ。4番手落ち着いてるな。4番手誰、おいおいおい、タラちゃんやで。タラちゃん、お船さんの力を借りてタラちゃんがこれステアリング握ってるわ。タラちゃんめっちゃ運転丁寧やなタラちゃんオーバーテイクするわ。はい、これイクラちゃんやった、ごめんごめん、タラちゃんじゃないイクラちゃんや、タイコさん、タイコさん3番手、タイコさん乗ってるわ。ちょっと待って、タイコさん大丈夫、後ろのイクラちゃんずっと見守ってるから遅いわ、タイコさんだいぶ遅いわ、タイコさん、っていうかなんでやねん、チャイルドシート乗せろよ。いやいや普通にステアリング握らせる方がおかしいで。はいはい、太鼓さんの声の真似はできんわ。どんな声やった太鼓さん、大丈夫ですか。さあ2番手行こうぜ。2番手気をつけてくれよ、またあの2人かもしんないから気をつけてよ。2番手大丈夫ですか。はい、このまま行きましょうね。このままオーバーテイクしたいと思いますが、もうかつて伝説と言われた昨週マハでも追いつかないぞ2番手に。いやいやいや、どこ走ってんの、結構差あるし。はいはいはい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、気をつけてよ。はいはい、ここで行きましょう、ここで行きましょう。よし、いいですいいです、行こうか。これで夕日に向かって綺麗ですね。こうやってグラフィックについて語るときはあのだいぶあの楽勝っていうことですよ。今ねだいぶ落ち着いてます、あの精神状態がだいぶ落ち着いてます。さあ見えてきました、裏のおじいちゃんやったわ。裏のおじいちゃんだいぶ早いですね。裏のおじいちゃん年金生活の割にはええ車乗ってんな、それ大丈夫国税大丈夫ですか、国税大丈夫ですか。はいはい、いい車乗ってんな裏のおじいちゃん。さあこのまま行きますよ、ここで一気にオーバーテイクか。さあ行こうぜ、2番手の裏のおじいちゃんオーバーテイクします。裏のおじいちゃんオーバーテイク素晴らしい。さあこっからでございますね、1番手は一体誰なんだ、1番手は一体誰なんだ。このままなんとなくこのなんていうのかな、お浮江さん、浮江さん1番手、浮江さんめちゃくちゃ美人の浮江さんじゃないか、めっちゃレーシングドライバーになってるやん浮江さん、大丈夫
浮江さん、浮江さんでも一瞬にしてオーバーテイクごめんな。浮江さんもうモテるやろな。いやいやいや、ファイナルラップ入ったわ。こっからピエールガスリーごっこでもしようかな。いやもうこれでオーバーテイクやな。いや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 、もうこれもう余裕ですよ。ただ私ファイナルラップに弱いから、昨シーマフファイナルラップ弱い、ファイナルラップ弱い。はい、気をつけて。もうあのもうゆっくりゆっくり、もうゆっくり回ろう、ゆっくり回ろう。もうあのコースアウトしたら負けだからね。はい、もう一回飛行機飛んでほしいな、トリコロール飛ばしてほしいな。私のイメージからの青色のスモークをまとって通ってほしいな、ここ。いやー楽しいですね、やっぱグランツーリスモ7。でも招待状制度なんとかして、なんとかして中止にしてほしいな。全然買えないんだけど、もうエンゾフェラーリだっけ、違うわ、ラフェラーリだっけね、FXXK とか全然買えないんだけどね、お金いくらでもあんのにな、全く買えない。ブガッティも欲しかったわ、本当に。さあ行こうぜ行こうぜ、このままね行きますよ。ブガッティ、そう、あ、ブガッティじゃない、パガニか、パガニも欲しかったけどさ、もう招待状の有効期限とかもうすぐ切れるから、もう全然ダメだわ。はい、ではね、もうこのまま行ったら多分普通に優勝するんで、でも運転席視点でも余裕で勝っちゃうね。それだけ PP ポイントっていうのは大事っていうことですよ、これね。でしかもこの夕暮れのモンツァがまだ綺麗ね。そしてピエール・ガスリーのファイナルラップ思い出しますね。ピエール・ガスリーがあんなに叫んだのって初めてじゃない、もうなんかもう、うわーうわーうわーとか言ってたもんね。いやでもあのチームラジオチームレディオ、あれ聞いてたら最高ですよね。あれめちゃくちゃ面白いよね、チームラジオね、ほんと。まあ角田君も結構面白いけどね、最近おとなしいけどね、最近おとなしいけど、でも結構ね、血気盛んなところ僕好きですよ。やっぱ若いしね、やっぱこういう F1 のレースなんかしてたら、それは血圧上がってるし、アドレナリンドッパドパですから、黙れとかって言うよね、それはね。でも自分でも言いそうな感じするけど、で冷静に、いや今のタイヤおかしいんじゃないんですかとか言って絶対言えないよ。このタイヤ間違いじゃねえの、おーとか言って絶対なるよね。まあそんなことどうでもいいけど。優勝だ、 OKOK 優勝。これ3戦目は一番熱いレースになるかもしれない。フィニッシュありがとうございます。よっしゃ、勝った勝った。さあ2戦目も優勝、しかも縛りプレイで優勝です。さあもうこれでほぼ3戦優勝確実ですね。クリーンレースかな。はい、ありがとうございます。クリーンレースです、最高でございます。よっしゃ、4つのスターですよ。うわ、ちょっと待って。三戦目雨やん。タイヤ、タイヤ。え、タイヤ、ウェットタイヤなし？これ。嘘？ちょっと待って。いや、終わった。これ、あかんやろ。最後雨とかなんだ？ちょっと待って。これ、タイヤ買いに行けないんですか？今から。タイヤ買いに行けないんですか？これ、終了したら、全部終わっちゃいますかね、今までのやつ。いや3戦目雨とか聞いてないんですけど、ちょっとマジ勘弁なんだけど、これ3戦目全カットしようかな。嘘嘘やろ。このレース開始前のカットめっちゃかっこいいね。いやもう雨降ってんな、だいぶ。これやばくないか、めっちゃ降ってるやん。めっちゃやばいやばいやばい、これやばい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 。スタートいたしました。まずはここで一気にオーバーテイクですね。わかめちゃんオーバーテイクしました。わかめちゃん、そして学校の先生、うわーやばいやばい、ちょっと待って、結構強引ですね、強引ですね、やばいやばいやばい、ちょっと、うわー、これあまり強引なオーバーテイクしたら通知表1つけられるから、気をつけてよ、これやばいやばい。カモメ第三小学校って結構怖い先生の集まりですね。さあなんとかオーバーテイクした。14番手13番手、おっと中島じゃねえか、中島磯のカツを追っかけなくていいのか。あーそうか、雨だからもう野球できないから、もう野球やろうぜって言ってないんだわ、カツオがいないからね、この周りに。ちょっと中島リアフォーグ眩しいわ、リアフォーグ眩しいわ、オーバーテイクするわ。いや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 、ちょっと待って、怖い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 。なんとかでもなんとか走れそうですね、なんとか走れそうですね。12番手、おっと大丈夫ですか、岡島さんですね、12番手岡島さん大丈夫ですか。岡島さん波平の同僚ですね、波平の同僚、気をつけて。同僚アルファロメオ乗ってるわ、もうやばいやばい。ちょっと待って、岡島さんオーバーテイクするわ、岡島さんね。さあ行きましょう。そして11番手ですね、11番手太鼓さんをオーバーテイク、太鼓さんはポルシェ、いやいやいろんな車乗ってんなみんな。そして10番手一気にオーバーテイクしますよ、ジンロクさん、ポルシェも乗った、ポルシェも乗ってたんか、ジンロクさんすげえな、はいはい、ポルシェ、え、ちょっと待って、ジンロクさん何職業、何ジンロクさん、もしかして職業何なん。
怖い怖い。16番手じゃなくて10番手一気にオーバーテイクしました。さあここからですね、9番手から一気に追っかけたいと思いますよ。私9番手を追っかけたいと思います。さあここからですね、いやいやいや、どうでしょうか。昨週は結構怖いですよこれ。ここで一気にオーバーテイク、オーバーテイク、はい、ここで堀川くんオーバーテイクしたいんですけども、堀川くん、あれ、そういえば堀川くんどうした、わかめちゃん最後尾走ってたけど、あれ、ちょっと待って、喧嘩した喧嘩した、わかめちゃんと喧嘩した堀川くん、おいおい、ドライブデートするからやん、ドライブデートなんかあかんって。しかもどんだけやねん、彼氏と彼女でさ車別々で行くって、どんだけ車好きの恋人なの。でもそれでも喧嘩したんか、はい、かわいそうにね。8番手大丈夫ですか、はい、8番手気をつけてよ。8番手栽培マン、栽培マン当ててきた、栽培マン、ちょっと8番手栽培マン今当ててきた、普通にビビった、ちょっとそのせいでちょっと私混乱してます。栽、おい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 、ちょっと待って待って、何してんのみんな、これちょっと待って、これクリーンレース剥奪ですかこれで。いやいや、ちょっと待って、今の悪くないよ、今の悪くないよ、栽培マン場違いやね、栽培マン、ドラゴンボールの世界に帰れ、ここは違う、ここは平和なサザエさん一家や。さあここで行こうぜ、ここで一気にオーバーテイクして、一気にねこういう風に行きましょう。3人称して、はい、カウンタックオーバーテイク、かっこいいですね、はい、一気にね数台オーバーテイクしたら誰が乗ってたか分かんないんですよ、誰が乗ってたか分かんないから、今回はパスします。はい、では私6番手5番手から行きましょう。はいはい、タマ、タマはいつもこの車乗ってんな、タマは相変わらずですね、タマ、タマ運転うまいな。てか雨降ってるの今これ、雨降ってなさそうな感じだけど、パヨーン、たまたまたま、声がおかしくなってる、たまたま、結構ライン取りうまい、たま結構ライン取りうまい、そういえばさっきチャオチュールあげたからやわ、チャオチュールあげたから、おー、インコーナー綺麗に攻めるな、たまでも先に行くわ、ごめんな、はい、よし、これ雨降ってるような降ってないような、よくわからん、降ってる降ってるな、降ってますわ、だいぶ降ってますわ、はい、ということで3人称視点に戻します。いやいや、いい感じや、いい感じ。4番手誰や、4番手、4番手、いやーやばい、4番手花澤さんやで、花澤さん大丈夫、4番手、おー、花澤さん大丈夫ですか、だーちょっと3番手の磯野カツオが、あ、4番手、そうやな、3番手の磯野カツオが結構遠いぞ、大丈夫か、磯野くんって言ってるわ、磯野くんどこ、磯野くん、ちょっと待って、ちょ、磯野、磯野めっちゃ逃げてる、磯野めっちゃ逃げてるわ、磯野めっちゃ逃げてる、はい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 、磯野カツオ全然違うわ、いや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 、大丈夫か、いやカツオ早いな、磯野カツオ早いな、大丈夫か、おい磯野カツオ、ちょっと待って、磯野カツオもし4番手に交代したら花澤さんのね劇が飛ぶよ、大丈夫ですか、私もでも落ち着いていこうぞ、落ち着いてね、落ち着いて、この辺どうせオーバーテイクできないから、ニュルグランプリコースね結構難しいから、よしここで行っちゃうか、やばいやばい、ちょっとぶつかるぶつかる、気をつけて、気をつけて、気をつけてよ、はいはい、2番手、2番手ノリスケ君や、ノリスケ君、ノリスケ君実は東大卒らしいね、ノリスケ君危ない、はい、ノリ1番手伊佐坂先生やん、伊佐坂先生逃げてる逃げてる逃げてる、伊佐坂先生めっちゃ逃げてる、ノリスケから逃げてるわ、やばいやばい、ちょっと待って、ここでオーバーテイクする、磯野カツオオーバーテイク、磯野カツオ、ちょっと磯野カツオ、姉さんって言ってるけど姉さんじゃないから、俺姉さんじゃない、姉さんじゃない、俺は作詞マヘ、ちょっとあの危ないから、ちょっとあのちゃんとウインカー出すわ、ウインカー、ウインカー出すわ、あのさっき突っ込まれたからウインカー出す、危ないよ、あぶつかったかもしれないぶつかったかもしれない、はい、ちゃんと指示器出します、指示器出します、さっきみたいに突っ込まれたら嫌なんで指示器出します、あーちょっとクリーンレース終わってしまったかも、やばいな、クリーンレースが終わったらちょっとやばいかもしれん、はいはいはい、ちょっと待って、クリーンレース終わったらなんか俺罰ゲームしないといけないかな、大丈夫かな、はい、運転席指定に戻します。3人称やっぱ感覚わからんからな、はいはい、ここで伊佐坂先生、はいはい、ノリスケオーバーテイク、ノリスケオーバーテイク、いやいや伊佐坂先生もオーバーテイクするわ、伊佐坂先生小説の締め切り頑張ってね、いやいやいや怖いですね、やっぱ最後の最後でノリスケ出てきたわ、ノリスケ出てきて伊佐坂先生も顔面真っ青ということでね、いや恐ろしいですね、車も真っ青だったけど、いや危ないですよこれは、あの2人どうなるんだろうな、いや本当ね、伊佐坂先生もね、伊佐坂先生ですよ、もうお仕事大変なの分かるけど、やっぱり仕事の期日は守らないといけません、あい、そんなこと言ってたらアンダーになるからね、気をつけてよ、これ雨止んでるやん、いつの間にか雨止んでるわ、全然気づかなかった全然気づかなかった、さあもうファイナルラップですからね、もうこれは多分余裕でしょう、これは余裕でしょう、もうね、結構大変なんですよこのレース、あのいろんな頭をよぎるから、いろんな頭がよぎるから、何を言ってるのか分からんもう何言ってるか分からん、
いやちょっと待って、気をつけて気をつけて、もうあの安牌ですから、もう確実に勝てるから、もうごめんなさい、あんまりうまく走らないです、もうあんまりうまく走らないですけど、もう確実にもう行きましょう。もうこれ以上なんかやったらもうダメですよ、もう負けの可能性高い、これ 99% クリーンレース取れないかもしれない。でもなんか GT7 になってからクリーンレースの基準甘くなったよね。少しサイドバイサイドと接触したりとか、コースアウトをちょっとしたとか、少し前に突っ込んだとか、それぐらいだったらクリーンレースのままが多いんですよ今回。だからもしかするとクリーンレースの可能性あるから、クリーンレースだったら私はもうさすがサクシューマッハって言うけど、もしクリーンレースじゃなかったら、そうだな意外といろいろモノマネやってきたからね、ドラえもんの歩く音とか今まで結構やってきたからさ、 N700 系のトイレとかさ、新幹線のトイレとか結構やってきたんだけど、そうだな、特にないから、何もないから何もしないようにしよう。はい、ではこのまま行きますよ、このまま行って、あ、もう余裕ですよ。これ天気怪しいな、前これ大丈夫、スパウェザーみたいな感じでゴール手前のファイナルコーナーだけ雨降ってるとかないよね。はい、さりげなく実はウインカーつけてますからね、ウインカーボタンを押してる気配がないのにウインカーつくというね、謎の現象が起きました。これ修正してください。はい、ということでフェラーリオーナーは多分みんな怒ってると思います。ウインカー押してないやんみたいな、ウインカー押してないのにどうやってウインカーつくんみたいなね、そんな感じになってると思います。さあ OK、 これでニュルブルクリンクグランプリコースも優勝。いやーよかった、楽しいレースやったわ。もう雨、3戦目雨はビビったけど、なんとか走れたね。はい、よかった、かっこよかった、ありがとうフェラーリ F8 トリビュート、いいですね。よっしゃー、なんとかね、なんとかタイヤ持ちました。まあレーシングカーのタイヤじゃなかったんで、まあツルツルではないですからね、よかったです。これちょっとクリーンレースかどうか怪しいですよね、接触しましたからね、接触して少し前にコツンと当たったんで、お願いします、お願いします。あはい、総合1位の成績を収めましたが、今日は負けです。サクシマハ完敗ということで、縛りプレイ失敗ということになりました。うー悲しい。ヨーロピアン選手権での総合優勝おめでとう、私からも報酬を用意しているよ、ぜひ受け取ってくれ。はい、コロラドスプリングスサーキットオープンですね。はい、コレクションフォードということで、まあこれは今回パスしましょう。いやー参った参った、皆さんお疲れ様でした、サークの部屋に帰ってまいりました、お帰りなさい。途中花粉症で苦しいこと忘れていました、レースに夢中になってしまいました。いや、やっぱりこういう風に夢中になれるゲームっていうのは最高ですね。ということで初めて雨のレースしましたけども、まあ、スポーツミディアムなんで、まあ、市販車と同じタイヤなので、まあそれ走れますよ、ある程度はね、ある程度走れますけど、これもしレーシングハードとかだったらもうボロボロだったと思います。いや良かった、スポーツミディアムでまだ良かったです、タイヤがね、なんとか走れました。そんなに苦労しなかったですね、少しブレーキの効きがね、制動距離が伸びたような感じはしましたけど、カーボンセラミックブレーキでしたが、まあ少し突っ込みすぎて前の車にコツンと当たってしまって、クリーンレースが剥奪されるというね、サクシューマッハにとってはもう大罪ですよねこれはね。ということでまあこんな感じでまた GT7 どんどん続けていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。そしていよいよGT7 でいろんなネタこれからね撮っていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。いやー本当にね、今結構傷ついてます、クリーンレースじゃなかったんで傷ついてるんで、最後のルーレットでこの気分を盛り上げて終わろうかなと思います。それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。さあ今日撮った四つ星や、これはいけるやろ、もうこれ完璧。あ、ブガッティの招待状ちょうだい、ブガッティの招待状マジで左上絶対いらんから、ブガッティの招待状お願い、金ならいくらでもある、ブガッティの招待状。おお、 Z やったらまだいいわ、絶対左上の小銭やと思ったわ、いい終わり方したわ今回、よかったよかった、招待状いつ手に入るんや俺は。